今泉潤です。広井王子です。中澤美奈です。それでは昨日の続きをどうぞ。なんか質問来てますから、はい、なんか上から行ってみましょうか。はい、ブルブルさんから行ってみましょうか。ブルブルさんから、いいですか。じゃあ、はい、ラジオネームブルブルさんからのお便りです。ありがとうございます。はい、こんばんは。今泉 P、 広井王子さん、ゲスト声優さん、皆さんが2021年振り返ってみてどんな事件がありましたか。さっき最高でやったんだよ。事件なんで、ね、プライベートでもお仕事のことでも何でも大丈夫です。聞いてください。聞いてください。自分の振り返っての事件です、うん、もう23歳だから年は取ってきているのですが、名実ともにおじさんになってしまいました。なっていました。2つ下の妹が結婚して子供を産んだおかげでもうおじさんです。そういうおじさん、どうしましょうかね。どうしましょうかね。この文脈からなんか妹とはそんなに仲良くなかったのね。なんかおじさんになってたっていう、なっていましたっていう報告だからね。なんか後から知ったみたいな言い方ですよね。うん、妹もなんかちゃんとね、順序はちゃんとしなさいっていうふうに思うのがおじさんなんですかね。どうですか、なんか中澤さん、だから事件は、友達ができた事件。事件、友達できたこと事件にしちゃうんですか。何があった。何があったかな、事件。なんかあの幽霊って信じます？もう見ると、まあ、なんか心霊現象が多発する時期がありました。どういうこと起きたの？なんか電話が勝手に切っていないのに勝手に切れたりとか。それ電波障害。まあなんかなんだろう、絶対落ちない場所に置いたものがシュンって落ちたりとか、地震とかなく、なんかすごい。どれぐらいの重さのものが落ちた。いや、メガネを私2段ベッドの上に寝てるんですけれども、横 の、 洋服ダンスの上にメガネを置いて寝てて、まあそんな2段ベッドの上とかからメガネ落とすと壊れちゃうじゃないですか。なんで落ちないようにちゃんと奥の方に置いてたんですけれども、なんか携帯ベッドに入って携帯触ってたらカシャンって音がして、落ちてて、メガネが。ああ、なるほどね。それは怖いね。怖いね。ポルタガイストだね。ってことがありました。なるほど。はい。こういう話すると、